3時になってもてさ、小1時間かかるからさ、もうやめとこう。すぐもう疲れてしまった。神戸遠いな。しかもさ、神戸で JR めっちゃ寝てもうてさ、明石まで行ってもうたしさ、もうグダグダや今日。なんか人いてるんかおらんのかわからんよな。そんなにリア人口多くなさそうやねんな。一応ちゃんとこれパス買ってるからさ、なんかしたいなとは思うけど、人口密度多くないな。まあ、しゃあないよね。めっちゃ風きついんやけど。めっちゃ風きついてる。なんかプルプル揺れてる。クルーズ船。ちょっと乗りたかったけどな。一周45分らしいんやけど、もう4時になっちゃうからさ、思ってこれもうちょっとでてっぺんかな。もう今てっぺんか。てっぺんやな。てかこの観覧車のさ、誰も乗ってない。まあ一周10分で800円か。こんなもんないもんな。あの一人で乗るからさ一人で乗るからコスパは悪く感じるんよね、これはね。もうなんか一撃で終わってまうもんな。ほら、もう下ってる。逆みたいな。そう。潜水艦よう見えるな。ここあれよね、川崎重工かなんかの整備ドックかなんかなってんじゃない。こうあれあれやんか、送流式の潜水艦がいてるやん。こっちはあれやな、普通のタイプやな。潜水艦番号がないからさ、分からんよね。ここにさ、なんか板車のコーナーがあるけど、ちょっと寂しいよな。でも撮影してる人がすごいパラッパラやねんな。いらっしゃいませ。お足元を気をつけください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだね、4時ですけど離脱しますわ。一応ね、知り合い一組会えたんで、もうなんか満足しちゃいました。信号ないから当たるの難しいな。すごい綺麗なビールやな。あ、これサンテレビってここにあるの。今回予約したホテルがね、これホテルジュラクってとこ。
すいません、4月の3日やったかな、オープンしたばっかりみたい。くそ、いっちゃうしかや、うわ、まあ、マジかや。よいしょー、はい、到着。もうダブルベッドや、2人分なんで。あ、綺麗なとこ、こんな感じ。あ、テレビもソニーやで、でかいテレビついてる。お風呂チェック。あ、さすが綺麗な、新しいだけってめっちゃ綺麗。あ、ちょっとシックな感じでいいんじゃないねえ。これさ、まあこれアメニティ2人分あるんやな、すごいな。ここ綿棒1人2本ずつって感じやね。あとボディータオル、ボディータオルついてんねや。あ、これありがたいな。特殊とカミソリ、多分血まみれになるやつからで、歯ブラシも2本。あー、すごい親切よね。これコップ、でドライヤーここにあるな。で、あ、シャンプー類はボトルに入ってるタイプやな。あ、これあるやんか、あの上下にできるやつやろ、こういうやつやな。めっちゃ綺麗、とにかく綺麗。2人分あっていいのは、これタオルがさ2つあるもんな、これいいよね。うん、もちろんシャワートイレ。あと4時半。あ、真前にセブンあるな、よかった。あ、デブイチ置いてるやん。あ、これだ。JR 神戸の取引がなんかもう今月で終わるらしいですよね。で、まあ、明日から緊急事態始まるから、どの道今期最後の取引いけるか。誰かな。ドリンク最初にお伺いしてもいいですか。あのメガキムギ。メガキムギ。はい。あのもう椅子にあのあれ、貴族もも焼き。タレ、タレ師匠、あの、一皿ずつ、はい。本日ちょっと閉店になるんで、途中からちょっと品切れが出るかもしれない。わかりました。はい、はい。ハートしよう。
うございます。腹に、うん、梅肉つけてた、はい、うまい、はい、うまいね。新玉ねぎの揚げ出しやった。玉ねぎほら丸々1個分、これも今回の締め。まだ出て明るいのすごいわ。さあ超久しぶりに来たんちゃうかな。お待たせしました。はい、はい、どうも。興味のこれ。当館はまん延防止等重点措置発令に伴い飲食売店を20時に閉店させていただきます。あ、ハサビやな。コロナ前に買ってるから20時ちょうどの時点閉店とさせていただきます。全部ハサビ。何卒ご了承ください。引き続きお客様に飲食売店よりご案内を。8時からだな。あと30分。また行きますわ。面白かったですね。まだちょっと時間あったら語りますわ。それでホテル戻ります。はい、もう一日ね、全ての工程終えて戻ってまいりました。なんかこのタイプのやつ多くないホテルこのさ BGM あるやろ。同じじゃんこれ。あ、ほら同じやんか。これうちのあのこれ YouTube の BGM でたまに使うやつこれな。もうこういうのあれなんやな、あのこうパッケージになってんやね。でこう写真とかタイトルをこう入れ替えるだけでいけるんやろな。これ多分ネットフリックスとかソニーのテレビはついてんやけど、まあ見られへんわね。ログインしてくださいじゃないの。さすがにホテル用にアカウントないよね。あ、ほらログインしなあかんな。いやな、こんなとこで自分の ID 使いたないな。ね、ようやくね一日終わりまして、結局今日神戸に来たメインイベントっていうのはこの神コスやったんですけども、やっぱね知ってる人あんまり
行けなかったっていうのと、まあね、緊急事態宣言直前だったんで、もうみんなバタバタとこう行かなかったわけですよね。きっとね、まあ行くっていう予定してた人もね、もう取りやめた人多かったと思うんですけれども、で一応これもともと明日もあったんですけどね、明日も完全に緊急事態宣言のね日初日になるので、もうさすがに中止となったんですよね。で今回ね、まあ、結構無理やり来たような感じで来たんですけれども、やっぱ一番そのネックだったのがチケットが返金されないっていうところだったんですよね、これね。で特に24日の場合開催されますから、行かなかったら勝手に行かなかったってだけになってしまうんでね。で仮に25日ね、明日中止でもチケット返金されないみたいなんですよね。その代わり8月のお盆のね14、15やったかなに振り返るみたいな手続きできるみたいなんですけど、そんなね都合よくお盆に行けるかどうかわからないじゃないですか。なのでていうかお盆なんで多分ほぼほぼ行けないと思うんですよね。なんでもうちょっと今日はね無理やり来た格好になりますね。で今回はねこのメリケンパーク、ここも使えなかったんで、だいぶね範囲が狭かったということで、まあなんというかこう全然パッとしないイベントでしたね。ね、もうコスプレイベントもあかんかな。やっぱりさ、いつこういう事態になるかわからんからね。でチケット特に返金されないようなイベントってやっぱりねちょっとあかんな。もうストフェスですらさ、まあ、あれ緊急事態かぶったからかな、いやいやあれ3月やもんな、ストフェス、あれやめます言うて返金されましたよね。ね、うん、まあストフェスやったらいいんですけどね、もうこういうなんかこうなんやろ、ネットでチケット買って事前に予約してっていうイベントはもうちょっときついですね。うん、もうちょっと、よっぽどのことがない限りはもう神コス今後行かないと思いますね。ね、数日前からもう神コス絶対面白くないかもと思ったんで一応でもね知ってる人一組いててね、偶然会えたんで、その一組だけ撮影しまして一組だけ、もうその一組に会ってカメラを出して、で一組その一組撮り終わったらもうカメラをそそくさと直してもうその場を去ったっていうね、もうそんな感じでしたね。はい、もうその代わりもう緊急事態直前の鳥貴族ね行って、で今回行ったJR 神戸店は4月28、9でもう閉店するみたいなんですよ。だからもう本当にあそこ行くのも最後かなという感じですね。もう大阪市内の取引 もう多分もう今日明日もう昨日ぐらいかな、なんかもうすでに臨時休業とかなってて、もうね行けないところが多くなってるんで、もうちょっと取引族行っとこうと思って。まあでもうまかったですね。なんかなんかいつもと違う感じの味わい方をしました。はい、ね、でまあ、このホテルも結局ね、取っててやっぱりキャンセルしないで泊まろうと思ってね、来てても正解でしたね。めちゃくちゃいいホテルで、ロビーなんかもうまく取れてるか分かりませんけど、すごい綺麗なロビーでね、で大きい机あって、であのロビーのとこにね、でこのテーブルのとこにコンセントと USB の電源がね取れるようになってて、まあそこでだからちょっとした打ち合わせとかできるようになってるんでしょうね。ね、すごいですわ。で一応なんか今モニター機関、モニター様向けみたいな感じで入浴剤なんか4種類これ開けようか、これ入浴剤が4種類ね。うち自宅の風呂ねほとんど入ってなくて、風呂入ってないって言ったら語弊やけど、ほぼほぼシャワーなんで、特にもう真冬じゃなければねあんまりこう浸かることがないんで、あんまり
うん、使う機会ないかもしれませんけど、なんか実家帰ったりしたらね使ってもいいかな。あとこれ、これパック絶対使えへんなあ。これさっきくれてたらさ、あのレイヤーのコーラにあげてもよかったけどな。まあ誰かいる人いてたらなんか会うタイミングであげますわ。使ってみてもね、使ってみてもいいかな。多分違い分からんと思うんだけどなね、まあそんな感じです。でこのプランは朝食がねつくんで、うん、こういうチケットね、朝食、あとなんかドリンク券っていう、ドリンク誰なのかな、ドリンクバーみたいになってて飲み放題になってないかな。一応これビュッフェスタイルらしいんですけど、多分ねあのあれですわ、皿ごと取るようなビュッフェですね。あのこうトングで取るんじゃなくて、まあ朝取れたら取りますわ。うん、まあ、そんな感じです。でちなみにチェックアウトがね11時らしいんで、まあ、ちょっとのんびりできるかな、まあ、そんな感じです。はい、でちょっとね、はい、これね取り木でもね飲みましたけどもヒーローの弾丸、コナンのねヒーローの弾丸見てて、ユミタンがビールめっちゃ飲んでたでしょ。あれ見て、あービール飲みてーとか思ってまたビール飲みたなね。はい、乾杯。あーあー、これさ、あのキリンの一番搾りの糖質ゼロタイプですけど、こっちはあれやな、なんか糖質ゼロ感もちょっとあるね。失敗したな、普通のビール飲んだかったの、買ったよかった。あっちの、あのアサヒのパーフェクトビールのあっちの方がやっぱうまいね、個人的には。うん、生ビールで値段も安くないんで、これだったらもう第3のビールでいいかな。まあそんな感じでね、神戸ちょっと一日、まあ一日いうか昼ぐらいに来ましたからね、ほぼほぼ半日ですけどね、満喫しました。もうあと風呂入って寝るだけなんですけど、どうしようかな。ちょっと今日ヒールの弾丸見たんで、それもし語れたら語る動画を撮ろうかなと思います。あとね、そうお取引行って時間あったんでスタバでねコーヒー飲んでたんですけども、その間に夕刻のモリアーティの、最新刊14のね、これとこのね、早々のフリーレン、早々のフリーレンはもう、3巻まで読んでたんでね、最新のね4巻、これね最新の4巻、これをこの2冊ね、スタバでちょっと読み切ったんで、これもねまたちょっと語りたいんですよ。特にフリーレンはね、1巻から4巻まで一気に、まとめてなんかね出せたらいいなと思ってます。はい、モリアティもねちょっとこう話の色がね変わってきたんで、でまあテレビでねちょうど2期やってて、アドラーさんがね、アイリン・アドラーねの話がちょっと決着したでしょ。でジェームズ・ボンドがね登場したっていうあの回ね、なんでまああの辺からまたこう一区切りになって違う展開みたいになって、でまた今回ね、コミックの方の最新刊でまたちょっと話の区切りが、なんか区切りというかもうだいぶ終盤なんかもしれませんけどね、こうまたこう変わってきてるんでね、ちょっといろいろ話したいんですけども、うん、これはねモリアーティはちょっとまたまとめてお話ししたいなと思いますね。どうしようかな、コナンねこんなんなんか語れるかな。二次元談話撮るか。はい、ってな感じで、神戸旅今満喫中でございます。はい、住職店こちらでございます。中住職でございます。こちらの台でお席を取りください、はい、あとお料理とさアルコール消毒手袋の着用ご協力お願いいたします、はい、
みたいですよ。これ、まあ、そう。はい、おはようございます。さっきちょっと朝食食べてきまして、まあ動画ちょろっと撮りましたけども、美味しかったですね。ここの朝食レベル高いなと思いました。あのフルーツサンドと卵かけご飯がちょっとなんか名物みたいなんで、で確かにね、フルーツサンド結構デパ地下で食べれるようなあんなあの味でね、美味しかったですね。もうあればっかり撮ってる女の人とかね、なんかあのあれを食べにここ来てんねんみたいな人いましたけど ね、まあ美味しかったですね。はい、まあ、このホテルね結構いいですね。まあ 何せ綺麗ですし、アメニティねしっかりしてるし、この寝巻きもね上下分かれてるタイプで、お気に入りのやつですね。でちなみにこれね、こういう水ついてました。でここなんかダブルベッド、なんか2人分の部屋でこれ2本あるんですよ2人分ね。あとまあこれはねよくあるこうお茶とほうじ茶ねがありますもんね。まあもちろん Wi-Fi も飛んでますし、あとテレビね、ソニーのテレビ、あのブラビア結構でかいやつついてますね。これ50インチぐらいかな、49とかそんな50インチぐらいやと思うんですけど、結構画質のいいテレビでしたね。はい、またこういうスリッパね、最近これねよくありますね。なんか使い捨てるにはもったいないぐらいしっかりした出来なんで、いつもね、持って帰ってますけどね。もう持って帰ってもこれあんま使わないんですけどね。はい、これね、なんかこういう卵かけご飯めっちゃうまかったですね。で、こう専用のね、卵かけご飯用の醤油があって、これがね、うまいんですよ。あと、これね、1階のさっきの食堂が10時からはなんかこうカフェみたいになるらしいんですけれども、そこの、ドリンク1杯無料券っていうのをね、これね、くれるんで、これはまあ今日帰りにね、帰り床も今からちょっといっぱいもらおうかな。で、まあ、何があるかちょっとまた、まあコーヒーかな、カプチーノ、カフェラテとかなんか、カフェラテとか頼んでみようかな。ちょっと今から行ってみようか。ちょっとカフェラテかなんか取ってきますわ。はい、引き換えてきました。カフェラテ、ホットカフェラテ頼んできました。うまいね。ここコーヒー美味しいですね。朝朝食の時に飲んだコーヒーも結構美味しかったですね。はい、なんかねパン自体はねいまいち種類もなくてちょっとパッとしてなかったですけど、まあその分サンドイッチがねすごく充実してるっていう意味ではね、ここの売りなんですね、このホテルビュロクね、これね。はい、そんな感じでここねチェックアウトも11時なんで結構のんびり出れますんでね、休日ねゆっくりしたい人もいいかもしれませんね。はい、まあそんな感じでホテルデュラク一泊しましたね。まあ今回旅動画これで
終わらせていただきます。それでは。